正式2号飛行機は、第日本帝国陸軍が試作した、実験用軍用機。正式機として計画されたために名称に、正式とあるが、実際には正式化されていない。坂本守基地1917年7月、臨時軍用気球研究会は、正式1号飛行機に続き、坂本守吉中康氏を、設計主務者、 吉原四郎義氏を補佐として、牽引式にエンジンを配置した高速実験機の開発を開始した。同年12月に研究会の所沢工場にて、試作機1機が完成し、翌1918年1月11日に、坂本中尉の操縦で初飛行した。しかし、同月17日に行われた2回目の飛行試験で、エンジン部長によって失速墜落し、 機体は大破。パイロットを務めていた坂本中尉も殉職した。機体は木製本屋組にハフバリの服用機で、設計はアルバトロス射程戦闘機を参考にしていた。正式1号と同じく胴体量側面のラジエーターを特徴とする。膠着装置は固定脚。機体材料は 全国産でエンジンも国産化したダイムラー式エンジンを搭載していたが不調が続いており、そのためか性能は公表されなかった。正式2号の墜落事故を受けて、陸軍は国産牽引式飛行機の実用化は時期尚早と判断し、以後はモーリス・ファイルマン系の推進式航空機が陸軍の主力となった。ありがとうございます。